皆さん、こんにちは。ワンダルグルイジです。では、今回は、銀河英雄伝説バンダイバ帝国編、続きをプレイしていきたいと思います。ステージ10、アムリッツァ聖域回戦になります。前回までにね、その前哨戦として前編後編でプレイをしてきたので、その続きになります。実はですね、リハーサルを行ったんですけども、このステージ、敵の艦隊も多くてですね、30分という艦隊戦の制限時間内に、クリアできずにゲームオーバーになってしまいました。なので、今回はですね、そのリハーサルでの反省点、時間がかかるよっていうのを踏まえた上で、多少、損害が出たとしてでも、攻撃重視でですね、敵艦隊の撃破優先をしていきたいと思っています。では早速ですね、プレイの方に入っていきたいと思います。敵はアムリッツァ恒星系付近に集結しつつあります。オーベルシュタインから情報入ってきています。勝利条件確認しておきましょう。ゲーム時間、今お話した通り30分です。同盟軍を撃破、もしくは戦果ポイント4万の獲得ですね。敵4個艦隊、味方も4個艦隊いたします。では艦隊編成していきましょう。ビュッテンフィルトだけはですね、どうしても出撃させなきゃいけない艦隊になってますので、残りの艦隊編成し直します。ではご覧のような編成にしてあります。まずラインハルトの艦隊ですね、参謀にオーベルシュタインつけてあります。戦艦を中心に攻撃力に特化した部隊に仕上げてあります。ミッターマイヤーのところはですね、ロイエンタールとほぼ同じ、同列に艦隊編成したかったので、ご覧のような形にしてあります。ミッターマイヤーのところ、ロイエンタールのところ、それぞれ、空母も配置して独立しても戦えるような編成です。ビッテンフィルト、今回どうしても外せないところですね。攻撃力に特化した編成になっている部分があります。で、ケンプのところには空母を入れました。ケンプはね、空戦得意ですからね。キルヒアイスのところはバランス重視にしてあります。では、これで出撃していきましょう。攻撃が強いベッテンフィルトのところにですね、メックリンガーを参謀としてつけてバランスを取った形にしてあります。で、冒頭お話した通り、リハーサルでは30分オーバーしてしまったので、ここはですね、速攻で敵艦隊発見撃破、発見撃破を繰り返して30分以内のクリアを目指します。で、30分ちなみに経過してしまうとゲームオーバーになるので、その点はね、十分に注意をしていきましょう。では早速ですが、敵艦隊の索敵から進めていきます。で、ここは原作通りのね、セリフなんかがカットインで入っていきます。勝利の女神はお前らに下着をちらつかせているぞーというところで、ビッテンフィルトですね。こちらはケンプです。もちろんロイエンタル、ミッターマイヤー、さらにはキルヒアイスなんかも登場してくるというところです。では進んでいきましょう。多少の損害が出たとしても、ここ時間かかるステージになってますので、敵の撃破を優先していきます。まず索敵からしていきましょう。さあ、敵艦隊発見してます。早速交戦状態に入りましょう。まずはビューコック発見してますね。ビューコックも逃げられるとまた時間かかってしまうので、恒星、惑星に逃げられないようにで注意をします。さらにアップルトンの艦隊も現れましたね。一気に2個艦隊発見してる状態です。この2個艦隊取り囲んで撃破していきましょう。ちょっと序盤忙しくなりそうですね。早いですが、もうラインハルト、ここで上昇の天才一度目使っちゃいましょう。アップルトンの艦隊が今惑星に逃げ込んだのを確認したので、ここをビューコックが逃げる場所を失っている状態だと思うので、ビューコックをここで前後左右取り囲んで攻撃して、まずは壊滅させましょう。アッテンボローの艦隊がね、動きがちょっと早いので注意が必要かなと思います。ビューコックを撃破しました。そしたら今この状態を生かしてですね、アッテンボローも撃破しちゃいましょう。アップルトンが出てきてますので、これまた逃げられないようにですね、うまく
惑星側に入り込んで攻撃していきましょう。ウィッテンフィルトとラインハルクでアッテンボロの艦隊は仕留めます。ミタマやキルヒアイスでアップルトンの艦隊ですね。アップルトンも撃破しました。そしたらもう一つの惑星の方にヤンがいると思いますので、そちらの方に主力部隊向かわせましょう。ラインハルトで惑星上空上でアッテンボロと対峙させます。さあ、ヤン艦隊発見しました。ヤン艦隊発見したので、まずは戦っていきましょう。で、逃げられると、また惑星上空での戦いになって厄介なので、できるだけですね、まあ逃げられないような位置取り動きというものをちょっと考えて、戦ってね、いけたらいいかなというふうに思ってます。ヤン艦隊とビットインフィルトが快適すると、このイベントが始まります。手法を短距離砲に切り替え、ワルキューレ。まあ、これ戦闘艇ですね。これを出撃させろと。いうビッテンフィルトの号令がかかるんですが、これを待っていたようにヤンがですね、このビッテンフィルトの艦隊に対して攻撃を仕掛けてくるというシチュエーションですね。ここも、このゲーム上の進行状況に関わらず必ず発生する原作通りのイベント内容かなと思います。まあ、ただここで、ビッテグレートの艦隊にダメージが出たり壊滅したりとかっていうことはありませんので、ゲームの進行とはね関わりのないイベントにはなっています。ちょっとビッテンフィルトがだいぶ削られてきてますね。まあ、ただここでビッテンフィルトが一旦交代するとですね、ヤンに惑星に入られてしまうので、ちょっと耐えてもらいたいところですけど、耐えきれないかな。ではキルヒアイスが惑星ゲルセミの中に入りましたので、ヤンの艦隊捜索していきます。発見しましたね。ヤン艦隊発見してます。さあ、そしたらですね、ヤン艦隊が離脱したのを確認しましたので、惑星上で待ち構えて攻撃していきましょう。まあ、計らずとも、ビュッテンフィルトが史実に近い形で、大損害を出してしまっているっていうところがあるので、まあ、ちょっとクリアのね、ランクに関してはあまり期待できないのかなとは思うんですけども、まあ、その分ですね、前回時間切れでうまく攻略できなかった、部分がね、今回はうまく攻略できたのかなと思います。ヤンも撃破して、これで敵艦隊、壊滅状態というところに持っていくことができました。ではクリアランク含めて見ていきましょう。こちらはヤンの機関ヒューベリオンですね。参謀長村井、提督、これヤンのことです。で、敵艦隊の最も薄い部分に集中砲が一定突破を図るということで、ヤン艦隊もここで離脱という描写になりそうです。
総司令部より入電、暫定を総統しつつ祈祷ということで、アムリッツア海戦、これで終わりだと思います。まあ、事実上、ビュコック、ヤンを除き、同盟艦隊は壊滅状態に終わったというところだと思います。続いてこちらは同盟側ですね。アムリッツア海戦は同盟軍の全面的な敗退によって決着したというところです。同盟軍は帝国領侵攻作戦で一時的に得た200余りの辺境構成形をことごとく放棄、イゼルロン要塞に撤退したというところですね。同盟軍が動員した兵力3000万を超えたが、イゼルロンを経て故郷に生還した者は1000万人に満たず、未帰還率は7割に達しようという惨状であった。これも本当に大打撃ですよね。もちろんこの後同盟軍はもう二度と戦力を回復することができずに終焉を迎えるわけなんですけども、これが本当に痛いですよね。同盟軍はね、ここでもう本当に壊滅したという状態だと思います。ヤンは、しっかりとね、その責務を果たしたことによって、イゼルロン要塞司令官兼、イゼルロン駐留機動艦隊司令官兼、同盟軍最高幕僚会議議員という役職が与えられたということですね。20代の大将に昇進したというところです。年間で3階級昇進か、すごいですよね。皆さんご承知の通りですね、同盟軍の方には上級大将というものはありませんので、大将の次は元帥というところになります。同盟の方でご覧のような事態が起きている中、帝国でも思いもよらぬ事態が発生していた、勃発していたというところですね。フリードリヒ4世時の皇帝が死去したというニュースです。宇宙暦796年、帝国暦487年10月、銀河の歴史はラインハルトとヤン二人の英雄を中心に新たな道を進み始めようとしていた。ではクリアランクです。被害が出てしまった分17000、この被害ポイントによってランクは C という結果になりました。まあ、今回残念ながらね、ビッテンウィルトのところに入っていた、まあ、メックリンガー、ケスラー、ケンプ、このあたりで大損害出てますよね。ロイエンタールのところはですね、ホーベルシュタインのところに被害が出ています。では、今回はここまでにさせていただいて、次回ですね、またこの続きをプレイしていきたいと思います。